Music. Hello everyone, this is Kanin's channel. 本日は引退行く前に知っておくべきことをいくつか紹介します。かれこれ幼稚園生から高校卒業まで14年間インターンに通ってきたものなんですけど、ちょくちょくインター校に通うか迷ってるんですとか、引っ越すことになってインターンに通うことになりましたなどコメントをいただいておりまして、もちろん国とか学校それぞれによって雰囲気は違いますけど、ここは日本の一般的な学校とちょっと違うんじゃないかと思うところをいくつかピックアップしてきたので、ご興味ある方はぜひ最後までご覧ください。まず一つ目は自己紹介の壁特に私は生まれた国、引っ越して住んできた場所、親の国籍などなど説明するのがまあまあ大変で、出身地、今まで育ったところ、親は何人なのか説明するのは必ずあるので、自己紹介の練習はしてもいいんじゃないかなと思います。名前にもよりますが、日本語の名前って結構発音しにくくて、外国人の方にとっては最初からちゃんと名前呼んでくれると期待しない方がいいかもしれません。そこはちゃんと教えて、時間はかかるかもしれないけど毎回訂正してあげると喜びます。たまに、ね、クラスに一人二人すっごい名前が難しい子いるんですけど、ごまかさないで、わからなければ本人に聞いて、まあ、自分も練習すれば失礼にならないです。自己紹介の流れの続きなんですけど、その場でプレゼンが多いです。これはちょっと辛かった。私も例えば授業で急にグループになります。はい、じゃあ誰か一人代表でグループで話したディスカッションをクラス全員に発表してください、じゃああなたねって言われるかもしれないので、即席プレゼンはなかなかの覚悟がいると思うんですけど、意外とみんなそんな気にしてないっていうか、クラス大半の生徒たちは自分のことを考えてるのいっぱいなので、もしいきなりプレゼンするっていうことになったら頑張ってください。インターといえば文化、国籍、宗教などなどごっちゃ混ぜの環境で、途中から入ってくるとなかなか刺激的だと思うんですけど、差別や偏見に対してはちょっとセンシティブになった方がいいと思います。悪気がなくても相手にとってはすごく嫌だったり、何々人ってやっぱりこうだよねってパッと言ってしまったらもうそこで差別となってしまうので、まあ、要するに言われたくないことは言わない、そして褒め言葉であっても偏見には違いがないので、国籍とかこう文化で見るんじゃなくて人として話した方がいいですね。ある程度年齢になってくると、まあ、11歳とか12歳ぐらいになってくれば知識はあると思うんですけど、それでもやっぱり現代社会の日本で起こっている問題なので、いい信頼関係を持つためにはある程度気遣って意識しておいた方がいいと思います。そしてインターに通っていると、日本の学校では信じがたいことがいくつか起こると思います。例えば私の場合、性教育でバナナにコンドームをつける練習を毎年やったり、授業中食べながら先生を教えていたり、小学生の時クラスメイトの誰かが誕生日を迎えるとそのお母さんがケーキを持ってきて授業がパーティーに変わるなど、普通の日本の学校ではなかなかレアなことが起こると思います。これに関しては準備も何もしようがないんですけど、まあ、一応、ね、びっくりするかもしれないけど、まあ、びっくりしないでっていう話です。これも学校によって違うんですけど、外国人の先生はそれぞれ違う国から来たもんですから、自分なりの教育方針を持っていて、先生によって期待度も異なります。例えば平均点より、まあ、ちょっと下でも前回よりかは大幅に成長したから、よかったね、頑張ったねって褒めてくれる先生もいるし、めちゃくちゃ厳しい先生もいましたし、まあ、割とリラックスモードで緩い感じで生徒たちに任せる、なんか質問あったら聞いてぐらいの先生もいました。それぞれ違う背景を持っているので、自分の価値観とか優先順位とかバラバラなのが見えてくると思います。それから日本では教わらないような暗い歴史も学ぶことはあると思います。私の場合、日本の中の歴史というよりワールドウォーの方を学びました。先日シンガポール生活の動画を出した時に、日本がシンガポールを占領していたことを知らなかった、学ばなかったっていうコメントをいくつかいただいたので、もしかしたら日本の教育プログラムにはない凶悪で胸が痛む過去を知ることになるかもしれません。もちろん日本に限らず他の国もね、植民地とか奴隷とかいろいろやってきたので、それを知ってクラスの人にいじめられるっていうことはないと思います。まあ、あくまで私の場合だったんですけど、クラスメイトとか先生もそれぞれ違う国から来た子だったり、お家でどのように育てられたかも異なるので、価値観のズレっていうのは
経験すると思います。学校の課題やグループプロジェクト以外でも日常会話の中でその子の宗教の話だったり違う考え方を持っている子もいるんだなと刺激を受けるかもしれません。特に日本の文化や価値観はとても特徴的で外国人から見るとすごく謙虚で真面目な雰囲気なんですよね、日本人って。あと食べ物、ゲーム、アニメなどもそこで興味を持ってくれたり話しかけてくる子もいます。日本はこんなことあるよ、こういう文化があるんだよって話してみると結構受けがいいと思います。友達どうやって作ろう、何話せばいいか分からないってなった時にはそのカードを引く選択肢もあります。以上でざっくりとでしたが、個人的に覚悟ってほどではないけど知った方がいいかもと思う点をいくつか紹介しました。私は日本の学校に通ったことがないのでどんな感じなのかちゃんと比較することはできないんですけど、少しでも参考になれば嬉しいです。チャンネル登録や高評価お願いします。ではまた、バイバイ。